めぐみちゃんを妊娠させた。離婚してくれ。マサオはいきなり土下座してそう告げた。マサオの隣ではめぐみが控えめにうつむき、お腹をさすっている。崩壊の前兆には気がついていたから、私は落ち着いてマサオの薄くなった頭頂部を見下ろした。わかった、いいよ離婚で。マサオが顔を上げる。その顔は希望に満ちていた。笑顔を隠せないのか、隠す気がないのか、頬はすっかり緩んでいて腹立たしい。それじゃあ私はこの家を出てく。はい、離婚届。介護は任せるね。あ、介護はお前の役目だろ。マサオの口から飛び出した言葉に私は初めて眉をしかめた。浮気、離婚までは想定内。けれど義父の介護を続けろと強制されるなんて理解不能だった。マサオと離婚したら私と義父は完全なる他人。気難しい赤の他人の介護をどうして続けられるのだろう。無理だって。めぐみは。マサオは平凡で幸せな家庭を自ら壊した。そしてこの先進む道が泥沼であることに彼らはまだ気がついていない。私は秋田英子、56歳の主婦だ。60代の夫、それに義父の3人で暮らしている。5年前に子供は巣立った。ちょうどその頃一人暮らしをしていた義父が転倒して怪我を負う。俺は一人で生活できるんだと意地を張っていた義父もとうとう同居を承諾した。義父は今年で90歳。随分高齢だが頭はしっかりしていて食欲旺盛。毎日の散歩を欠かさない。ただしその散歩には私の介助が必要不可欠だ。足にほとんど力の入らない義父は私に全体重を預けるようにしてどうにかこうにか歩く。室内ならまだしも外ではかなり厳しい。歩道のわずかな段差がとんでもない障害物に感じる。義父は中肉中背とはいえ私もごく普通の50代の女性。年相応の筋力しかないし介護の経験者でコツをつかんでいるわけでもない。家の前の道をちょっと歩く程度の散歩が身を削るほどの苦行になっている。長距離の移動は車椅子をと病院の先生から勧められているけれど、義父は固くなに自身の足で歩くことを諦めないのだ。やっぱり親父は偉いよな。強い信念を持ってんだ。夫の正雄はそんな義父を誇りに思っている。義父は昔から頑固親父で亭主関白なところがあったらしいが、真面目に働き家族を守ってきた。義父こそ正雄の理想とする男像であり尊敬しているのだろうと伝わってくる。今月分だ、受け取りなさい。毎月初め私は義父から3万円をもらう。小遣いという名目だが身の回りの世話をしている私への報酬だ。同居してすぐ、これは英子さんの金だ、好きに使えと小遣いを渡された時には礼節をわきまえていて素晴らしい人柄だと感激した。けれど実際義父はそれほどできた人間ではない。お前はつくづく使えない女だな。同居して5年、毎日のように説教を受ける。俺は入れたての熱い茶しか飲まない、今すぐ入れ直せ。朝食の準備ができたため義父を食卓へと誘導してきた。途中で義父がトイレへ行きたいと言い出し、今回は食卓に着くまでに時間がかかったのだ。ああ、白米の表面が乾いている。味噌汁は味噌が沈殿しているな。おいお前、冷めた飯を俺に食わせる気か。お前は俺をバカにしているのか。
大声は出さないものの非常に威圧的である。正論であっても言い訳をしようものなら長くなるから、私は黙って食事を温め直した。食卓に着いたら待たせるな、すぐに食べられるよう準備してから呼べと命じられている。しかしながらここ最近は特に岐阜の歩みが不安定だ。これまでよりも歩くのに時間がかかるから、準備を済ませてから呼べ、食事は出来たて熱々にしろという要望を両立させるのが難しい。おい、言うべきことはないか。湯飲みに熱いお茶を注ぐ私に岐阜が尋ねた。すみませんでした、以後気をつけます。すみませんと頭を下げれば岐阜は満足する。悔しいけれど長々とお説教されるよりマシだ。岐阜は現役時代社会的地位が高かった。人並み以上の収入で退職金は億ともらったらしい。退職から時が経った現在でも時折過去の栄光を語る岐阜は、私を使えない部下とでも思っていそうだ。気難しい岐阜との暮らしに嫌気がさすこともあるけれど、私がこの生活を投げ出さないのは正雄のためだ。次の休みには親父をヘルパーに任せて二人で英子の実家へ行こう。いつも俺の親父の面倒を見てくれてるんだ。英子の親にも顔を見せて親孝行しないとな。ある日、正雄は有名和菓子店の紙袋を持って帰宅した。私の両親が好きな和菓子を仕事の合間に用意してくれたらしい。我が強い親父の相手は大変だろう。英子、いつもありがとう。目に見える小遣い3万円より100倍も1000倍も価値のあるねぎらいの言葉。正雄の優しさに触れると私の痛む体はスーッと軽くなった。結婚以来ずっと正雄は私の実家を大切にしてくれている。1ヶ月に一度くらいの頻度で実家を訪ねるのが定例だ。両親は優しい正雄を気に入っている。それに妹のめぐみも。ああ、まさくんいらっしゃい。実家を訪ねるなり玄関で出迎えてくれたのはめぐみだ。まだ独身のめぐみは実家暮らしをしている。両手を広げて待ってたよとテンションが高い。めぐみは17歳も年の離れた妹なので、いくつになっても幼く感じる。私にとってはいつまでも可愛い妹だけど、彼女ももう39歳だ。正雄の腕を引っ張ってはしゃぐような子供ではない。めぐみ、正雄にくっつかないで。別にいいじゃん、マサ君はめぐみのお兄ちゃんなんだから。確かに私が30歳で結婚した時、彼女はまだ13歳。特段反抗期のなかっためぐみは当時からマサオをお兄ちゃんと慕っている。私は両親が若い頃にできた子供で長らく一人っ子として育ってきた。ところが40歳が目前に差し迫った両親は、やっぱりもう一度赤ちゃんを産みたいと決心してめぐみを授かっている。それはもう可愛い可愛いと周囲から溺愛されて育っためぐみ。甘やかされすぎてちょっぴりわがままだけど、自分の意思をしっかり持っている自己肯定感の高い女性となった。いやー、いつ来てもめぐみちゃんは熱烈歓迎だな。おじいちゃんは嬉しいよ。やだマサ君、自分のことをおじいちゃんなんて言わないの。冗談を言うマサオのおでこをめぐみはツンと指先でつつく。だって還暦すぎたよ。あれ、そうだっけ。マサ君全然若く見えるもん。ねえねえ、もしかして鍛えてたりする？腕がっちりしてて太いよね。自然とマサオの腕に触れるめぐみ。マサオはわずかに鼻の下を伸ばした。はいはい、おしまい。妻の前でイチャつかないでください。あ、
そんなつもりは。私に睨まれた正雄は背筋を伸ばす。めぐみは唇を突き出して挑発的な笑みを見せた。めぐみと正雄は結婚当初から変わらず仲が良い。理由は簡単だ。まだ子供だっためぐみに正雄は会うたび小遣いやプレゼントをあげていたから。優しいお兄ちゃんに懐かない方がおかしい。ああそうそう、お土産あるよ。この和菓子はお母さんたちにね。こっちのチョコレートはめぐみちゃんにだよ。嘘、これってなかなか買えなくてめっちゃ並ぶよね。よく買えたね。めぐみちゃんのためなら何のその。めぐみは出会った当時の13歳の子供みたいに飛び跳ねる。さすがまさくん、好き。妻の妹を可愛がる優しい旦那さん。微笑ましい光景だ。少しばかりめぐみのおべっかが気になるけれど、めぐみとまさおは20歳以上も年が離れている。親子みたいなもので怪しい関係になどなるはずがない。もともと大人に囲まれて育っためぐみは男女問わず年上にこびるのが得意だ。だから二人の親密さを大して問題視していなかったのだけど、今は私の心にモヤモヤが広がっている。めぐみと二人きりになったタイミングでそっと切り出した。ねえめぐみ、この間見ちゃったんだけど。妹とはいえ他人のプライベートに踏み込む話だ。気まずくて声が小さくなる。めぐみ、もしかしてすごく年上の男の人と付き合ってるの？え？いや、なんで？わずかにめぐみの目が泳いだ。肯定も否定もしない。あの、この間男の人と揉めているようだったから彼と別れ話だったのかなって。岐阜を病院に連れて行った際、たまたまめぐみと男性が言い争っているところを目撃した。仲裁に入ろうかと戸惑ったが、めぐみはそ知らぬ顔で受け流しているように見えた。頼むから別れてくれと男性は懇願していて、どうやら別れ話だったらしい。少し心配だが、別れ話に姉が割り込むのも野暮だろう。ただし気になる点がある。相手の男の人すごく感情的だったみたいだけど大丈夫？え？ああまあ。でもびっくりした。めぐみの彼結構年上なんだね。60歳を超えてるかなってくらいに見えたけど。髪の毛はすっかり白髪混じりで、正雄と同年代かもう少し年上だったかもしれない。めぐみは得意げに答えた。まあ私って年上キラーだし。まさかめぐみの恋愛対象が親子ほど年の離れた男性だなんて知らなかった。そうとなれば正雄に対する馴れ馴れしい態度も気になってしまう。そんな私の胸の内を見透かしたのか、めぐみはいたずらっぽく微笑んだ。あれれ、お姉ちゃん、もしかして私がマサ君に手を出さないか心配してる？大丈夫だよ、マサ君は対象外、対象外。明るく言い切られたけれど、どこか安心できないのはなぜだろう。それから数ヶ月後、なんとまためぐみの修羅場に遭遇してしまった。病院の駐車場で同じ男性と言い争っている。だから別れてください。またも別れ話。泣きそうな顔で懇願する男性をやはりめぐみは冷たくあしらう。やだもん、私別れないからね。力なくうなだれた男性にめぐみは軽く手を振ってその場を後にした。いくら男性にこびるのが得意と言ってもこれは違う。相手の心をもてあそんでいるだけだ。いても立ってもいられず、取り残された男性に私は駆け寄る。大丈夫ですか？
声をかけると男性は力なくうなずく。失礼ですが、先ほどの女性は？姉と名乗らずにこんなことを聞くのは我ながら卑怯だ。男性は憂いた表情でぽつりとつぶやく。妻なんです。え？さまざまな感情が吹っ飛んだ。それから聞かされた事実にますます頭が混乱する。意味がわからない。そんなはずがない。あの愛らしい恵みに限って、まさか。つい幼かった頃の恵みの姿が思い起こされる。男性が涙ながらに話してくれたことをどうしても信じられなかった。これから恵みとどんな顔をして会えばいいのか迷ってしまう。義父の世話にも身が入らず、些細なミスを連発して義父にお叱りを受けた。けれど説教なんか耳に入らないくらい、私は恵みのことで頭がいっぱいだ。こんな時私を支えてくれるのは正雄。彼なら冷静に話を聞いて適切な答えに導いてくれるだろう。ところがこの頃仕事が忙しいらしく、帰宅が遅くなり、ゆっくり会話をする時間を取れない。食事中に声をかけようとするとものすごく嫌がられ、それ以来外で食べてくる日が続いた。忙しいだけではなく、私は避けられている気がする。喧嘩もしていないし、避けられる理由がわからない。何の前触れもなく突然嫌われてしまったようだ。恵みのことで気をもんでいるのに、さらに正雄まで。明らかに煙たがられているが、正雄は優しい夫だという思いが消えない。その日も深夜に帰宅した正雄にとうとう我慢できず、早口で切り出した。疲れてるところごめんね。少し話いい？わざとらしく目を合わせない正雄。それでも私は続けた。あの、恵みのことなんだけど。言いかけたところで正雄は目を見開く。鼻の穴まで広げて突然威嚇してきた。なんだよ、俺は疲れてんだ。明日も早いし、もう寝る。働きもしないお前とは違うんだ。正雄は大声で主張すると、そのまま寝室の扉を荒々しく閉めた。あっけに取られ、私は声も出ない。なぜ正雄がこれほど激高したのか、この時の私は見当もつかなかった。家族を大切にする優しい正雄は一体どこへ消えてしまったのか。これまで積み上げてきた信頼がガラガラと崩れるようだ。そして数週間後、私たち夫婦の関係は完全に崩壊する。めぐみちゃんを妊娠させた。離婚してくれ。仕事帰りにめぐみを自宅に連れてきた正雄。いきなり土下座してそう告げたのだ。正雄の隣ではめぐみが控えめにうつむき、お腹をさする。崩壊の前兆には気がついていたから、私は落ち着いて正雄の薄くなった頭頂部を見下ろした。え、そっか。額を床につけたまま正雄は、すまないと小さく謝罪する。すまないと思うなら初めから浮気なんかするな。正雄は平凡で幸せな家庭を自ら壊した。そしてこの先進む道が泥沼であることに彼らはまだ気がついていない。妊娠ね。あなた還暦すぎて何してるの？年寄り扱いしないでくれ。還暦とかどうでもいいだろう。俺たちはただ愛し合ってしまっただけなんだ。年齢は関係ないってめぐみちゃんが言ってくれたよ。正雄はすっかり恋に溺れているようだ。普通の浮気だけでも許せないのに、あろうことか妻の妹に手を出すなんて、浅ましすぎて身の毛がよだつ。めぐみちゃんさ、俺のことずっと好きだったんだって。
初恋に浮かれる小中学生じゃあるまいし、還暦すぎた男が頬をあからめても気持ち悪いだけだ。マサオとめぐみは照れくさそうに見つめ合う。俺はさ、めぐみちゃんをいやらしい目で見たことはなかったよ。ほんと、ほんとだよ。でもさ、この間 A 子には内緒でって飲みに誘われて、そこでめぐみちゃんの気持ちを告白してくれたんだ。もう我慢できない、やっと素直になれたって。せっかく勇気を出してくれたんだから、俺もきちんと向き合わなくちゃ悪いよね。まるで純愛みたいに語るが、まずマサオは妻子持ち。しかもマサオとめぐみは親戚関係だという事実がどこかに消えている。ここ最近仕事が忙しいって家にいなかったのは、めぐみと会っていたからなのね。まあ、パフォーマンスかもしれないけれど、マサオは肩身が狭そうにうつむいてしまった。ここで私が二人に罵声を浴びせて張り倒したとしても文句は言えまい。だが私はそんな風に怒りをあらわにすることなく、棚の引き出しからある用紙を取り出してくる。わかった、いいよ、離婚で。差し出したのは離婚届だ。近いうちにこうなるのではないかと見越して準備しておいた。マサオが顔を上げる。その顔は希望に満ちていた。笑顔を隠せないのか、隠す気がないのか。頬はすっかり緩んでいて腹立たしい。プレゼントを受け取るかのようにマサオは離婚届に手を伸ばす。それじゃあ私はこの家を出てくね。マサオが離婚届を手にしたところで平然と言い切った。すると彼の指先が跳ねて、大切な離婚届をひらりと落とす。穏やかな笑顔で私はそれを拾ってあげた。はい、離婚届、介護は任せるね。わかりやすくマサオとめぐみの顔から笑顔が消える。あ、介護はお前の役目だろ。マサオの口から飛び出した言葉に私は初めて眉をしかめた。浮気、離婚までは想定内けれど、義父の介護を続けろと強制されるなんて理解不能だった。マサオと離婚したら私と義父は完全なる他人、気難しい赤の他人の介護をどうして続けられるだろう。勝手に親父を投げ出すなよ、ちゃんと給料だってもらってるんだから。給料って月3万円の？そうだ。マサオはしっかりと胸を張る。普通なら親父の世話したくらいでお金はもらえないからね。それなのに3万も親父は出してくれてる。これはビジネスだよ。意味不明な言い分に驚きすぎて口から魂が抜け出るかと思った。すっかり脱力してしまい、困り果てた顔でマサオとめぐみを交互に見る。戸惑う私を哀れに感じたのか、めぐみはくすりと笑った。お姉ちゃん無職だもんね。お父さんの相手するだけで3万円もらえたら嬉しいでしょ。私とマサ君はこれから生まれてくる赤ちゃんのお世話で忙しいから、お父さんのことはお姉ちゃんに任せるね。先ほどまでの申し訳なさそうな態度は消え失せた。マサオもめぐみも自分のことしか考えていない。軽蔑の視線をめぐみに向ける。無理だって、めぐみはお年寄りのお世話が好きなんでしょ。大好きなその役目をめぐみから奪ったら悪いよ。今度はマサオとめぐみが理解不能という顔をした。マサオはいいとして、めぐみまでキョトンとしているのはなぜだ。彼女は自分の行いを卑劣な罪だと認識していないのかもしれない。めぐみがマサオと、なんて驚いたな。本当はマサオよりお父さんの方が好みで狙ってるんじゃないの？は？めぐみに焦りが見える。口元を引きつらせためぐみの代わりに怒鳴り声を上げたのはマサオだ。変なこと言うなよ。めぐみちゃんは俺を一途に愛してくれていたんだ。親父なんて90歳だぞ。30代のめぐみちゃんと恋仲なんて
ありえない、ありえないだろう、失礼だ。あれ、年齢は関係ないんじゃなかったっけ。マサオの髪の毛が今にも逆立ちそうだ。怒りで両手を震わせている。これ以上興奮させたら命が危なそうだけど、大事なことなので伝えておこう。ねえめぐみ、年齢は関係ないんだよね。だってめぐみは私が老後のお世話してあげたい、最後を見取ってあげたいって90代のお年寄りを口説いているんでしょ。めぐみの顔が一気に赤く染まった。は？60代のマサオなんてまだまだ若すぎるよ。90代がめぐみのストライクゾーンだもんね。笑顔で問いかけるが、めぐみは口をパクパクさせるばかりで声が出せないらしい。この状態ではめぐみが自ら説明するのは難しそうなので、私がマサオにはっきりと教えてあげる。めぐみはね、自分の親くらい年の離れた男性じゃ物足りなくて、おじいちゃんくらいの男性が好きみたいだよ。その証拠にめぐみの旦那さんは90代なんだから。は？だ、旦那？マサオはすっとんきょうな声を上げた。う、嘘だ。嘘じゃないよ。ところでマサオは私と離婚してめぐみと結婚するの？もしかしてめぐみは内縁関係をお望みなんじゃない？お姉ちゃんの旦那さんだから申し訳ないとかなんとか適当な理由をつけられたかな。そりゃそうだよね、他で結婚しているんだから。マサオとは正式に籍を入れられない。全くその通りらしく、マサオは青ざめた顔でめぐみに目をやる。嘘だと断言してほしいのに、めぐみは唇を噛んでそっぽを向いたままだ。そんな、嘘だろ。若いめぐみに言い寄られて有頂天だったマサオはどん底へと真っ逆さま。マサオは頭を抱えて愕然とする。次第に怒りが湧いてきたらしく、めぐみの肩につかみかかった。めぐみ、英子の話は本当なのか、嘘だよな、なあ。強く問い詰められためぐみはとうとう大粒の涙をこぼす。ごめんなさい、マサ君を騙すつもりなんてなかったの。素直に過ちを認めたと安堵したが、めぐみは私が思っていたよりずっとしたたかな女だったようだ。私もね、騙されたの。めぐみはマサオの胸に顔をうずめ、か弱い女性を演じる。私が結婚しているのは本当、結婚相談所でうまいこと言われてよくわからないお年寄りと結婚させられちゃったの。私が世間知らずで男慣れしていない純粋な女の子だからってお年寄りをあてがうなんてひどいでしょ。冷静な私はツッコミを入れたい気持ちを抑え、成り行きを見守ることにした。涙でいっぱいの目で見上げられ、マサオの表情には同情と怒りが入り混じっている。口を開けるものの声を出せないマサオ。私が愛してるのはマサ君だけ。めぐみはマサオに抱きつく。お腹の赤ちゃんもマサ君を愛してるよ。きつく抱きしめられたらマサオの心は決まったようだ。めぐみちゃん、俺もめぐみちゃんと赤ちゃんを愛してるよ。騙されて結婚したなんてかわいそうに。マサオもめぐみを熱く抱擁する。へえ、マサオはアホだった。もちろん妻の妹に後先考えず手を出した時点でアホは確定しているのだが、まさかめぐみの結婚が発覚してもなお彼女を愛していると宣言するなんて信じられない。マサオの腕の隙間からめぐみは勝ち誇った顔で私に笑みを送る。はあ、頭が痛くなってきた。夫と妹のむつみ合いなんて見たくない。まずはその年寄りと離婚できるように俺が話をつけるよ。あ、待って、実はね。完全にマサオが自分の味方についたと確信しためぐみは
ある秘密を暴露する。離婚はしなくていいと思う。え、なんで俺との結婚は。また興奮しそうなマサオをめぐみはなだめた。もったいぶってめぐみは目をパチクリさせる。だってね、私の旦那さんになってる人90歳だよ。持病が悪化して半年くらい前から入院してるんだ。もう自宅には戻れないって病院の先生から言われてるの。離婚なんかしなくても私はもうすぐかわいそうな未亡人になってマサ君だけのものになるから大丈夫。マサオは納得いかないようで口元を歪める。愛しているからこそ早く籍を入れたいらしい。けれどめぐみの次の言葉でマサオの目は光り輝く。それにね、私の旦那さんすっごい資産家なの。つまりね、旦那さんが亡くなれば私は奥さんだからお金をもらえるってこと。え？あからさまにマサオは声を明るくした。期待を隠しきれない。めぐみを騙して結婚した旦那もう弱ってるんだよね。そんな時に離婚なんかしたら確かにかわいそうだ。じゃあ最後の時まで待ってあげてもいいかもね。そうだよ、マサ君優しいね。私だって一応奥さんとしてお線香くらいはあげてあげたいの。ニタニタといやらしい笑みで優しい人のふりをする二人。年寄りに夢を見せてあげるボランティアの後にはお金ががっぽりってわけね。やだマサ君ったら、がっぽりなんて言ってもほんの 2,3 億くらいだよ。お、多く、俺たちめっちゃ幸せになれるな。結局欲望がにじみ出てしまった。夢を見ているのは彼ら自身だといつ気がつくだろう。喜びに湧いているところ悪いが、私は彼らと一刻も早く離れたい。マサオ、まず離婚届にサインして。声をかけると振り返ったマサオは弾ける笑顔。離婚ね、オッケー。てかやっぱり親父の世話してくれなくていいや。もうすぐ大金が手に入ることだし、親父は施設にでもぶち込んどけよ。施設代もったいないと思ってたけど話が変わったからさ。まあ親父も追い先短いしすぐにぽっくり行くだろ。英子に3万円あげられなくなっちゃってごめんね。マサオはウインクして軽い謝罪をする。真面目だったマサオがこれほどおちゃらけた男になってしまったのは、若いめぐみに好かれたせいか、それとも大金のせいか。結婚して25年、若い頃のような熱い愛情は落ち着いたけれど、時が経っても家族としてマサオを大切に思ってきた。それが今マサオへの愛はきれいさっぱり消え失せる。お幸せに。私は一切の抵抗もせず身を引いた。その後すぐに離婚は成立。マサオは億もの金を手にする日が近いから、浮気の慰謝料も財産分与もこちらの要求通りにポンと支払う。俺の貯金1000万を丸々持っていくなんてお前は鬼だな。自身の通帳が空になっても笑っていられるほど余裕たっぷり。じゃあ慰謝料も払ったし、これで完全に縁が切れたということで、お金は大事に使えよ。後で助けてくださいって泣きついてきても俺は知らないからな。助けを請うことになるのはマサオ、それにめぐみだ。私はある重要な事実を知っている。彼らがそれに気がついたのは離婚から数ヶ月後のことだ。助けて、どうしよう。思った通り、めぐみとマサオが私の実家に駆け込んできた。めぐみと入れ違いで私は実家に戻って世話になっている。とんでもない不義理を働いた二人はもちろん両親から感動された。一生顔を見せるなと突き放されたが、それでも両親や私に泣きつく非常事態らしい。可愛い娘が助けを求めているのに、両親は能面みたいな顔で口を閉ざしている。結婚してやってた年寄りに騙されたの。
恵みの戸籍上の夫が亡くなったとある人から私は知らせを受けた。奥もの遺産を手にした恵みと正雄は笑いが止まらないはず。それが真っ青な顔で震えているなんて、もうあの事実を知ったようだ。遺産は2、3億だっけ？羨ましいな。でも騙されたってどうしたの？まさか本当は10億ぐらい遺産があったりして？からかうと恵みの顔が一気に紅潮した。10億なんで知ってんの？目尻をつり上げ怒りをまき散らす恵み。あら、本当に遺産10億だったの？すごいね。遺産は遺産でも負の遺産？10億って想像もつかない大金だね。私は全てを知っている。混乱と怒りで恵みは体がこわばりガタガタと震え出した。恵みはお年寄りに夢を見せてあげるボランティアをしていたんだよね。立派な行いだと思うよ。でもボランティアが人の家庭に首を突っ込みすぎるのはどうなの？歯茎をむき出しにした野生動物みたいな恵みに優しく問いかける。さっきから被害者面しているけど、騙したのは誰？恵みだよね。恋愛感情もないお年寄りに近づき、愛してるとか老後の面倒を見たいとか甘い言葉をささやいた。うまいこと操って全財産を相続させると遺言状まで書かせたらしいね。でも妻らしいことは全然しないで、入院してからもたまにお見舞いするだけ。老後の面倒を見たいっていうのは嘘だったの？愛してるって言葉は嘘だったの？喉が詰まり声すら出せない彼女を私は存分に憐れんであげる。嘘に決まってるよね。初めから遺産目当て、そんなの誰が見ても明白だよ。その嘘、旦那さんにもバレていたんじゃない？だから旦那さんは恵みに全財産を残した。莫大な負の遺産があることを伏せたまま、彼は恵みの魂胆を理解した上で恋愛ごっこを楽しんでいたらしい。若い子に好かれたくてお金があるふりをしたお年寄りと、愛しているふりをして遺産目当ての恵み、どっちもどっちだ。息子さんから別れてと頼まれているうちに手を引いておけばよかったものを。以前病院前で揉めていた男性は恵みの彼ではなかった。恵みの夫の息子だったのだ。10億の負債は大きいけど、旦那さんの生前に十分いい思いをしてきたでしょ。息子さんが止めるのも聞かずに亡くなった元奥様の宝石や着物を持ち出していたらしいね。息子さんも負の遺産があることは分かっていた。恵みが遺産目当てなのは明らかで、亡くなる前に金目のものをすべて奪う魂胆なのかと思っていたとのこと。息子さんは金庫の現金を持っていかれることより亡きお母様の形見を奪われることが悲しかったそうよ。この話を聞いても恵みは歯を食いしばって足をだんだんと踏み鳴らしている。あのじじい、優しくしてやったのに恩をあだで返しやがって。自分だって騙していたくせに恨み節とは呆れた。ひたすら金に目がくらみ、実の息子にすら1円も渡したくないからと遺言状を書かせた恵み。金の亡者と化した彼女に息子さんや亡き妻の気持ちなどおもんばかれるわけがない。英子、そこまで知ってて黙ってたのか。この人でなし重罪だぞ。正雄は立場もわきまえず私をひどく非難する。あら、教えてあげるべきだった。てっきり恵みは旦那さんに莫大な借金があることを知ってると思ったの。だって奥様よ。普通家庭の懐事情を知らないわけないじゃない。眉を下げてわざと申し訳なさそうに言ってやった。でもそうだよね。いくら夫婦でも家族でもお互いに知らないことはあるよね。
正雄の言う通り、大事なことを知っていて教えてあげないのもどうかと思う。今回のことで深く反省した。めぐみはすっかり絶望して半分白目、意識が飛んでしまっている様子だ。そんな彼女のお腹をそっと確認すると、少しだけ丸く膨らんでいる。後でまた文句をつけられたら嫌だから、おせっかいかもしれないけど教えておくね。めぐみのお腹を指さした。めぐみのお腹にいる子、正雄の子じゃないよ。は？あれ？知らなかったんだ。愛し合ってる二人でも知らないことがたくさんあるんだね、本当に。善意から私の知っていることを話してあげる。めぐみの本命はホストだよ。本当は年上じゃなくて年下が好きみたい。推しの男の子はまだ二十歳だって。正雄、私たちの子供より若いよ。びっくりだね。正雄はどこに驚けばいいのかわからなくなってしまったようで、ただ膝をガクガク震わせた。嘘ではない。めぐみの亡くなった旦那さんの息子さんが調べ上げていたことだ。家族の思い出を踏み荒らされることが耐えられず、めぐみを引き剥がすために。けれど、どんな事実を突きつけてもめぐみは全くめげなかったらしい。違う、マサ君の子だもん。うつろな目をしためぐみが弱々しい声で否定する。脳内がお花畑になっていたマサオもついに正気を取り戻した。初めからおかしいと思ってた。俺たちは酔った勢いで一線を越えたんだ。そのたった一回で奇跡が起こったと言われても違和感しかないよ。それでコロッと騙されたマサオは奇跡的なほどのアホだ。元からめぐみに下心を抱いていたからこそ簡単に舞い上がってしまったのだろう。お前なんかもう知らない。離婚だ、離婚。強気に責める正雄にめぐみはべったりと張り付く。いや、私を捨てないで。一緒にお腹の子の名前も考えたじゃん。もう家族でしょ。知るか、他人の子供なんか育てられない。離婚だ。揉める二人に私はまたわざとらしく驚いてみせる。うっそ、もう席を入れちゃってたの？亡くなった旦那さんの門が開けないうちに。めぐみったら非常識。でもこれじゃあめぐみは正雄から離れないだろうね。正雄、覚悟を決めて奥さんと子供を愛してあげなよ。めぐみはヘドロみたいにねっとりと正雄から張り付いて離れない。これでは骨の髄までしゃぶり尽くされそうだ。正雄が目で救いを求めてきたが、私はただにっこり笑って首をかしげる。正雄、そんなに苦しそうな顔をしなくて大丈夫だよ。私とは離婚して正式にめぐみの旦那さんなんだから、思う存分イチャイチャしていいからね。違う違うとか細い声が聞こえた気がするけれど、めぐみとの結婚は正雄本人が望んだこと。まさかのまさか、もう嫌になったなんて言うわけない。騙し騙され仲も深まるね。じゃあ改めてお幸せに。すでに吹っ切れた私は純粋に正雄とめぐみを祝福した。ここで沈黙を貫いていた父がやっと口を開く。出て行け。それに合わせて母が塩をまいた。二度と来るか。赤ちゃん生まれても見せてあげないから。溺愛された両親にまで見放されためぐみは捨て台詞を吐く。絶望して気の抜けてしまった正雄を強引に引っ張って去っていった。あの二人、意外とお似合いなのかもね。笑ってみせると母が私の肩を静かに抱く。さて、二度と来るかと宣言しためぐみだが、たった1年後に二人揃って実家にやってきた。気まずそうにしながらもすり寄ってくる。お姉ちゃん、ちょっとお仕事しない？月3万円で。3万円と聞いてピンときた。
お父さん？うん、施設はやめて在宅介護にしようかなって。どこで介護しようと結構だが、それを私が担う理由がない。呆れてため息をついたら、マサオがガバッと私の手を握ってきた。頼れるのは A 子しかいないんだ。自ら介護をしたくないのに施設を辞める理由は何だろう。岐阜には潤沢な貯金があるのだから、施設に入れておけば楽だ。でもそうしないということは、施設に預けるためのお金を捻出できず、在宅介護に切り替えるほかないらしい。あら、もうお金なくなっちゃったんだ。意味ありげに数回うなずく。すると下手に出ていた正雄の顔つきが変わった。まさかお前知ってたのか。何のこと？もしかしてお手伝いをしてくれる人にお父さんがお礼のお金を渡すことかしら。マサオの全身に怒りが湧き上がる。大げさに頭をかきむしる彼に教えてやった。私にも3万円くれていたものね。すぐ怒るし威圧的だけど、一応感謝の気持ちがなくはないってことかな。それかお金を渡してるんだからちゃんとやれってことかもしれないけど、お父さんね、ヘルパーさんにも取っておけってよくお金を渡していたよ。施設に入っても変わらなかったんだね。岐阜はかなりの見えっ張りだ。身の回りの世話をしてくれる人だけではなく、挨拶ができる礼儀正しい幼稚園児にまで、帳面でも買ってもらえとお札を握らせていた。感謝の気持ちがあるというより、感謝されたいのかと感じる。常に尊敬され、人の上に立っていたいのだ。あのクソジジイ、なんて無駄遣いしてんだ。他人に渡す金があるなら家族によこせよ。信じられない、金がない偏屈ジジイなんてただのお荷物じゃん。どうやらめぐみは二重三重にいい思いができそうだと正雄を狙ったらしい。まず正雄みたいな優しい男なら騙しやすく、めぐみと子供の面倒を喜んで見てくれるだろう。しかもめぐみの大本命、90歳の金持ちおじいちゃん付き。施設にぶち込んでからのジジイ、めちゃくちゃ気がめいってるので顔を見せに来てあげてくださいって施設から連絡が来て、よっしゃって思ってたのに。人生とはそううまくいくものではない。忙しいのでってしばらく放置してやったよ。どんどん弱ってどうせボケてすぐにぽっくり行くってさ。それがあのジジイめちゃくちゃ元気になってやんの。ヨボヨボだったはずなのになんせか歩けんだよ。周りのジジババと楽しくエアロビクスしてたの。意味わかんない。さすがプロだ。私みたいな素人が世話していた頃より岐阜が生き生きしているのが伝わってくる。あらまあ、お父様がお元気そうで安心したわ。この調子なら100歳まで生きられそうだね。でも正雄のお父様と私は他人なので、3万円をぶら下げられてもお世話なんかするわけがありません。笑顔で言い切った。正雄とめぐみにじわじわと絶望が広がっていく。じゃあどうしたらいいの。めぐみが涙ながらに絶叫した。私は介護なんかできないし、施設に入れてたらどんどん金がかかるし、マサ君を捨てれば簡単だけど10億の借金はあるし、もうわけわかんない。資産家のお年寄りを騙すとか、姉の夫を奪うとか、そういう思考回路こそわけわからない。彼女の身勝手すぎる主張もわけわからないので、私にはお手上げだ。妹とはいえ私の手には負えない。ごめんなさいね、私にもわけわかんない。ま、とにかくお父様のご健康とご長寿をお祈りしているわ。泣き崩れるめぐみと正雄に小さく手を挙げる。じゃ、さようなら。玄関ドアを閉めた。彼らはこじ開けようとする気力もないらしい。ただドアの向こう側から、どうしたらいいのとかすれた声が聞こえてくる。
どうぞお好きなように生きてください。ドア越しにそっとささやいた。その後、両親と共に私は引っ越した。両親ももう80歳目前。新居はバリアフリーのマンションだ。そこへ今日は可愛らしいお客さんが来ている。すごい、もう歩けるんだ。よちよち歩きの1歳の赤ちゃん。この子は恵みの子だ。幸運なことに正雄の子供がいない親戚に引き取られた。血のつながりがなくとも実の親と暮らすより間違いなく幸せである。一応は恵みの子、両親の孫にあたるため、優しい親戚がたまに顔を見せに来てくれているのだ。最近足腰が弱り座ってばかりだった両親が立ち上がって赤ちゃんの後ろに続く。かわいいかわいい、転ばないように気をつけて、とくっついている。赤ちゃんと両親のよちよち歩きの行進はとても微笑ましかった。赤ちゃんはこれからどんどん成長する。母たちも腰が痛いなんて言っていられないだろう。パワーを分けてもらって元気に長生きしてほしい。